すごくあのこの記録について煽ってるプレッシャーかけてくるんですよと話していました。ピンチヒッター中村晃に対して支えてるわけですから、その辺はね中村を抑えられるか、見てみたい。追い込んで、ただここは中村も粘ります。投手っていうのはやっぱりリリーフピッチャーでできないですよね、インコースを引っ張って高め、まっすぐはバットは回っていません。低めうまく合わせていった、一塁間破りました、ライト前ヒット。ただ小田島笑顔です。先頭9球粘った末のベテラン中村ヒットを放ちました。まっすぐショートが下がって頭の上、紅林も体をいっぱい伸ばしましたが頭の上を越えていきまして、中村晃これで2打席連続ヒット。今シーズン17年目のシーズンでスタメンはわずかに16試合止まりとなっているんですが、まあ、先ほどの、ね、イニングも塩崎さんおっしゃってましたが、この人が控えなのかというね、やっぱりまだまだ健在ですね。